ミートピア、ついに来た。前回のね、恐怖の塔をクリアしまして、その先絶望の塔に挑みたいと思います。ここまではね、まあ前回からまあちょっとだけ時間取ったんですけどね、恐怖の塔と圧倒的に違う点って言いますのは、絶望の塔をロケハンする機会がないんですよ。恐怖の塔っていうのは1番階から8番階目の裏ボスをすでにねやるってことで、1番階から8番階やってればボスの傾向わかるんですよ。絶望の塔は何が来るかがわからない、行動パターンもわからないわけですね。なんでもしかしたらテイク1負けるかもしれませんが、ね、これまでのミートピア知識総動員でやっていこうと思います。いきましょう。なんだろう、いや特にイベントとかなしに来るのが絶望の塔1回。いくぞみんな。何来んの？いいとこも、あ、そういうの来んの。てっきりボス格が来ると思ったらこういうのが来んのか。エリートゴブリン全然見てこない。あ、でも先手は取れるんだね、ちゃんと先手のことはできる。いやこれリリア様削ってくんないとダメだ、多分リリアアンラ頼むぞ。リリア様とアンラが削ってくんないとダメだぞこれ多分。マイペやる気は満ちてますんで、行きましょう。シャイニングイェーイ。あー、500耐える。あんな、ブラックホール。いや、耐えるんだけど。あー、そっか、バリアになっちゃうのか。カグロン大回転攻撃。いやー、マジで耐えんの？やばくない？コルーズ、待って、やばくない今の。それでも耐えるの？あ、ここでスキルベル上昇でかい。そう、耐久力。25、あ、でもバリアのおかげで、いやこいつら結構2回行動とかじゃないから、ミリアをからかう、クール受け流す。あー、助っ人殴っちゃった。普通に助っ人、普通にここはねメガエクスプローションドカーンってやってほしいね。でもあんまりここで MP 使うとさ、結局ね後半消耗するからね。何回までなんだ今日、え、これ何回までなんの本当に。8回、今までの傾向からすると。やば、今の攻防で全然削れてない、難易度がやばい。よし行こう。とりあえず1体削って、1体残り1体とかに少ない状況にして安全地帯使ってさ、ケチる戦法で行こう。リリアスも来た、いいギガエクスポーション。よーし、さあアンダー覚悟大回転。よしよし、うっ何、あぶね、ティラ175円今食らったの。やばくない？そんな食らうの？今175円やばかった。危ない、本当に一斉攻撃されてやられるなこれ。まあバリア張ってる方がラララーギガエクスプロージョン、ハクナー、うわーやったな。待って、ここね、あー間に合わなかった。まあでもバグクラッシュか、じゃあ気に引っ込めれるね。これさ、リリア様さ、やったら終わるな。一回こうして、回復挟んで、戦士アンラで一匹削ろうか。振りかけも残したいしね。命の振りかけだけは温存しないとダメだから怖いな。なんで荷投げにしたの今、君。さあ、よそ見している。クラウト170です。おー、いいね。あ、しかもスキルベル上昇回復した。やった。じゃあ、いいか。からかうは大丈夫です。受け流す。そっちの意味じゃないんだけど。60。あれ？なんか随分乱数ブレるね。100は耐えるやつとそうでないやつがいるんだね。よし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 。いい感じに削ってるぞ。倒して、アンナ回復する。次アンナ回復するんで。安全地帯回復して。じゃあこれでリーナ様仕留めてもらおうかな。リーナ様頼むよ。ギガエクスプロージョン。よーし、いやちょっと初戦から怖い。絶望の塔2回、え、どうなんの。ちょっと待って、さっき雑魚核があんなに強いってことはそういうタイプで攻めてくるってこと。やばいな、ボス1匹だと思ってたのに。あ、ボス1匹タイプ、ヘビーゴーレム。いや絶対やばいじゃん。なるほど、そういうタイプか今度は。なるほどね、まあ基調攻撃は使っておいた方がいいんじゃない。使っていいでも247でしょ。いやさすがに
いくよー、せーの、あーよいしょー、532バックラッシュ。そうだね、科学者は一人だとそうなっちゃうね。バリア張ってくれるのはいいんだけどさ。マガンギリーねー。うん、マイペース。あ、誰に隠れたの。アンラの後ろに隠れる。うわー、大丈夫かな。よし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 、まあ100ぐらいならもう一回来るでしょ、さすがに。もう一度行動ね。うわ、爆発パンチみたいになった、今。今硬かったね。助っ人が今攻撃して1だったもんな。白髪ちゃん、お前何してんの。何しに来たの、あいつ戦場に。まあ絶対攻撃を受けない火力担当としては活躍できそう。ギアキアオール。よし。で、アンナ入れて。フレームタワー。そうだね、魔法で攻めていった方がいいかも。硬いからね。マガン切り。でも、アンナが510とか出せるから、多分、どっちはもう、攻撃力は大丈夫そうだね。エアー、爆発パンチ強い。ラーララーン、フレームタワー、ハークアーそう、ハークアーがこれしてくれたらいいのよ。上振れ。この上振れ引きたい。あー、ありがとう。そんな二人でわざわざ。そうだね。次、リディア様引っ込めたいね。待ちなさい。吸収薬かけて。で、リディア様ちょっと引っ込めようか。安全地帯の回復を狙いたい。一体の方が楽かもね。まあまあ、ここ食らっても、なんとかなるから。次回復できるから大丈夫、大丈夫、大丈夫。一番の事故は助っ人が今ここで仕留めてしまうこと。いや、大丈夫。絶対そんなことない。HP 見とこう。あ、しよしよし、順調だね。意外と順調にやれてんだ。ギガキュアオール。よし。よし。まあ、この調子でいけば、次のターンぐらいに仕留めれそう。よし、オッケー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 、馬入った。馬入るのでかい。馬かお見舞い欲しかったね。確かに。MP が急に回復するな。すごいな。さあ、マガギリセ、倒せないね、ここでは。まあ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 、オッケーオッケー。ラーラーラー、ハクアメガファイヤー、仕留めちゃった。アンコール？さあ、絶望と3回です。まあでも、一回の方がやばかった感はあったな、正直。いや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 、なるほどね。ネオンファラオ。なるほどね。なんか今度は隣の砂漠のボス的なね。いや、ちょっと待って、こいつらなんかさ、呪いかけてくんでしょ？早めに一体倒せば楽になるね。多分、即死とか効かないよね、パニッシュメント。さすがに、いや、ボス格だから効かんと思う。アンラ下げとかダメだ、なんで。そうだね、130。ギガキュアオールしてブラックオール一発打ち込む？それか。ギガキュアオールするか。んで、ブラックオール打ち込むか。できるだけ、一体数減らさんとあかん、このタイプは。よし、ブラックオールして、リディア様も続いて。あー、そうだったね。バリアだね。覚悟！大回転斬撃！呪いをかける。そうなんだよね。それがあるんだよね。アンダーファラーを。呪いをかける。あ、でも一回ずつなんだね、攻撃。全員攻撃が一回ずつなっているのが分かってるんだったら、一人ずつ戻すだけです。ここの次のターンは。一人ずつ安全地帯に入れるだけでなんとかなります。唯一無事なね、チリアだけ、まずチャイニングをかけて、うん、なるほどね。はい、OK です。みんななんか、わかりやすくファラオになるからな。こっちの方が人数、頭数多いからね。だって。はぁ、あ、はぁ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 。はい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 。はい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 。ラーラーラー、ハークアー。そう、こいつがいる限り、絶対大丈夫です。こいつがいる限り、その呪いループなら、何とでもなります。絶対に攻撃を受けないですけど、ハークアーがこんなところで活躍するからね。鼻息ドンして、鼻息ドン。した後に下がります。安全地帯に。まあ、呪いだったら呪いだったり考えるわ。一人ずつ下げるだけ、それも。バグクラッシュになるんだ。大丈夫。いつか倒せる、これは。これはいつか倒せるね。変な行動なければいいんだけど、覚悟！大回転行ってこい。大回転、斬撃！いやー、いいね。呪いをかける。なるほどね。呪いっていう、なんか行動パターン決まってんのか、こいつら。なるほどね。みんな、
なんか行動パターン決まってんだね。じゃあ大丈夫大丈夫。え、じゃあティラが安全地帯回復するんで、その瞬間です。こいつら。今までと比べたらローテが分かってんだったらめちゃくちゃ楽なタイプだぞ。一人は仕留める、ここで。ここで一人仕留めます。そうすればもう、あとはもう消化試合ですよ。あとは消化試合。大丈夫だ。いける。なるほど、通常攻撃したのね。大丈夫、いける。これはいった。もう、あと二人だもん。絶対負けない。このループなら。次、呪いループは来るけど、徐々に削っていけば大丈夫だ。まあ、どっちかというとここは休息地帯なのかな、それか。安全地帯をね、有効活用できるチャンスですからね、ここは明らかに。だいぶ休息できるね。残り1体だ。白亜がいます、いった。終わっちゃうんじゃないの。おお、白亜のフレーム弾強えな。あ、終わり。よし、オッケー。3階はなんかそこそこ大丈夫だったね。よっしゃー、休息、安全地帯もできたしね。よしよしよし、この調子。さあ、絶望と4階。何階もあるんだろうな。8階な気がするんだよな。ここ怖い。いや、一つ一戦一戦が怖いよ。やばいなオロチってなんかさ、頭抱えて爆発するやつがあるんですよ。それがめちゃくちゃ強かった覚えあるんですよね。状態異常とかはないです、こいつ、あんまり。大した。強力すぎる全体攻撃を持ってるってことが唯一のネックなんで、こういうタイプの方が嫌なんだよな。3回攻撃の可能性もあるよね。時々あるんだよね、3回攻撃するやつ。今までミートピアやってたらわかるんだけど。よし、行こう。だからできる限りまあ攻めていく感じですね。いつも通りまあ攻めのミートピアを使っていきましょう。さあ、状態上は使わんでね。まあリーダーさんはバリア反応はいいよね。本当はね、エルフとかでね、守りとかかけてもよかったんだけど、状態上の方が怖いからね。来た、これ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 、よし、どうなった。あ、でも誰も倒れてはないし、半分ぐらいだったら、まあでも一人避けとくか。3回攻撃の可能性ある。連続攻撃でやってくる可能性もあるもんね、あれ。あれを連続でする可能性ってボスならあり得る。ここで避けんでかい。3回攻撃か。さあ、白亜。白亜がね、フレームタワーで400打点持ってくれるのはありがたい。どうする？ヤギがキワオールでいいかな？スルーにしたらギガキワオールするんだから、あんな出して、ギガキワオールしましょう。マイペース、出ない。マイペース今回出ないね。おし。大丈夫大丈夫。あの一撃ぐらいは耐えれてる。よし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 。爆破したら300でなら大丈夫だ。フレーム倒して。削って削れ。削れ削れ。マガン切り削れ削れ。45。通常攻撃は大丈夫なんだよ。来る。これね。これが強いんだよね。まあ、言っちゃえば。で、1、HP いく。あ、こんなもんか。次の試合に向けてね、MP を温存しておきたい部分はある。珍しくやる気だ。光が満ちる。MP のね、振りかけやね。命の振りかけ。まあ、命の振りかけはね、もう最後に使うぐらいだと思うわ。リリア様一回下げようか。リリア様下げるわ。次、リリア様の番だから回復しよう。で、アンラー、これもしかしたら終わるかもしれんね。非常攻撃どんぐらいいくの？いや、終わんなかったか。いやー、最悪のパターンか、これもしかして。いやまあ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 、これ、白はどうすんの？まさか。まさか、白は？アンコール？生地火力が高い。さあ、5回です。やっぱりでも、HP は、思いのほか低い方だね。なんか、めちゃくちゃ長い試合にはならないから。攻めのミートピアで行こう。やばいなぁ、待って、これ、もしかして、やばい？こいつらの行動にですね、人を食べるって行動がありまして、これ4人が食べられるとどういう扱いなんだ？何もできないもんね。4人が食べられるとどういう扱い？これ。それ知らないわ。4人が吹き飛ばされたりして戦場からいなくなったら負けは知ってるんですよ。これ食べる、どういう扱いだろう。
だ全員食べられる可能性ってあるよね。そうならないように早めに仕留めたいけど。え、どうなるんだ、それは知らないわ。あ、出たわね。え、どういう扱いなんだろう。バーガーってどっちかというとその食べる行動が一番邪魔な存在だからね。どうなるんだろう、単純に火力が高い可能性もあるのか。やっぱそうだよね、食べる行動あるよね。そうそう、これこれ。え、これ4人にされたらどうなるの。え、全員これ取ってくんでしょ。アンチにも下げれない？いえ、大丈夫か？え、大丈夫か？え、ああ、あ、一人の時は絶対残るのか、それか。それか一人の時はさすがに残るのか？でも、あれ。もしかしてこれ、アンナ倒れたら詰む？待って、これ、アンナやれたら詰むんじゃねえか？多分、アンナ死んだら終わりだわ。この感じ。それか一人ずつ削られるか。ここまで来てやり直しやだな。使うか。あんなワンチャンこれ死んだらお前終わるわ。いや、結構動くな。よし。一ターンさえ耐えれば。一ターン耐えれば治るか。とりあえずアンラを回復させた方がいい。どういう扱いなんだろうこれ。一人倒れたら全員吐き出す。いや、負けだと思うな。バックラッシュ、一人倒して早く。とりあえず早く一人倒さんとあかんね。一人倒したら絶対楽になるんだけどね。早めに一体処理しないとダメか。このパターン苦手なんだよな。で、またかよ。あーってことはちょっと待ってね。これさ、食べられる方向を操作できるかも。この状態、あー一人の時は食べないのか。今分かったわ。ってことは二人食べられた後に一人下げればいいのか。オッケー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 、分かってきた分かってきた。今のは今の便利だね。これ使えるかも。このターン耐えなんですけど2人なんでね、大丈夫でしょう。あ、でこれで食べられちゃうのか。あ、なるほどね。いやー、ちょっとややこしくなったな、ターン管理が。まあでもバリア張ってるからリリアスマンが硬いよね。クール、よし、クールもあるしね。これリリア様を食べられるように操作すればいいわ。あ、マジか。マジか。リリア様を食べられるように操作すればいいわ。3体なら、あと1体削れば、まあ、うまいこと持っていけるけど、安全地帯とかを使って、操作できるわ。食べられる方向。あー、こういう風に食べられちゃうのか。いやー、これ次のさ、戦いまでうまいこと温存できないな、これじゃあ。MP とかが崩れた状態になっちゃう。アンナが、あーでもこれさ、やばいね。攻撃しないターンを生み出せるか、でも頑張れば。一人ずつ安全地帯で、今のうちにとりあえず、ティラ以外は回復しといていいわ。一人入れて、回復します。あ吐くわお前なぁ。生地助っ人言うとこんなことになるのね。